ちゃんと自分を見ていきましょう、うんうん、もっと上もっと上っていう自分を見ていくっていうのがやっていくと目覚まし時計になる。で、目覚めの注意信号にすればするほどさらなるプレゼンスがもたらされる。プレゼンスっていうのはある、うんうん、あること、うん、存在の在、そして自分自身を目覚めさせることがより可能になるよと、うん、でこれには多くの実践が必要ですっていうのは、まあ、うん、気づくことですね、自分に、うん、でこのことが一生を通じての作業であることは間違いありませんと、うん、ただし目覚めの瞬間が増えれば増えるほどそれらがまとまり目覚めのプロセスにさらなる弾みをつけてくれます。真珠の核のような何かが私たちの中で蓄積しますと、私たちが通常の状態に戻ってもそれはなくなりませんと、うん、自分が目覚めている時はどのようなものか、それが分かる助けとして3つの特徴がありますと、うん、1、私たちは今ここに生きているものとしてプレゼンスをフルに体験します、うん、プレゼンスっていうのはあること、存在の在、あることを体験します。誰かがここにいることを私たちは知っています。誰かがって心の中にですかね、うんうん、自分が実在していることを感じます。またその結果として今ここの瞬間に根ざします。さらにこれが起きるのは外から自分自身をイメージすることによるのではなく、体験の中にいて頭のてっぺんから足のつま先まで体の生命感覚にフルにつながっているからです。今この瞬間のリアリティに対する抵抗感がありません。これもね、読んでて今日もうさっぱり分かんなかったんですよ、うん、もう文章が分かんないんですよね。一回読みますね、うん、2、私たちは良し悪しの価値判断を下したり感情的に反応することなく内面および外の環境についての印象を完全に取り入れます。気づきの意識を通るたくさんの考えや気持ちをそのいずれにも執着することなく観察することができます。不安や焦りよりも内面の安らかさと静けさから人生に関わります。私たちの関心は今起きていることにあり、過去について無双したり将来を予測したり何か他のことについて空想することではありません。私たちの関心は今起きていることにあり、過去について無双したり将来を予測したり何か他のことについて空想することではありません、うん、3、私たちはフルに今ここの瞬間に関わっています、うん、周囲についての印象に心を動かされ人生の豊かさと微妙さを十分に味わい体験することを自分に許します、うん、私たちは徹底して誠実でありごまかしや自意識がありません。瞬間瞬間において自らのアイデンティティを全く新鮮なものとして体験します。私たちは常にうまくいく公式やルール祈りを求めていますが、プレゼンスあることに変わるものは他にはありませんと。このあるというものがなければ世界中の祈りや瞑想指導者テクニックをもってしても私たちを変えることはできません。だからこそ何年にもわたって宗教的実践を遵守しても信じている考えを一貫して体現することができないのですと。私たちは並外れた体験をしたり性格の拘束、いや性格がもう縛りまくってるものから自由になる瞬間を味わうことができますが、遅かれ早かれ通常は望んだよりもはるかに早くその昔の性格の拘束に戻ってしまいますと、うん、これはあることプレゼンスを理解してないからですと。性格やそのシナリオの一部たることはありえません。あることというのが性格やその性格がもたらすシナリオの一部であるってことはありえないと。ただ朗報がありますと。プレゼンスは皆さん、うん、既にここにありますと、中にありますと、うん、それについて私たちの気づきの意識が性格がもたらす狭い関心ごとに夢中になって制限されていることしても気づきを尊重し育てそれを強める実践に関わることを始めれば私たちの本質のより深い資質がますますはっきりと現れますと。やれって話ですね、うん、そのまあ、よくわかんないけど僕が今読んでて思ったのは判断しなくていいんだなって、うん、いい悪いとか、うん、嫌い好き嫌いとか、まあ、それは前から
前からというか、まあそうですよね、よく言いますよね。ただどうしてもありのままを見ろみたいな言いますよね、うん、ただ僕は、うん、嫌な自分、はい、それを否定する自分、うん、でこれが自分だと思った、うん、違う違う、フラットで見るのが僕なんですね、うん、いやもっと上があるって今日学んだ時に、うん、そういうのを繰り返してもっともっと、うん、で自分が瞑想してみてできなかった時に、うん、意味があるのかって思って、反応をちゃんと認識するってとこじゃないですか、っていうのをちゃんと続けてみますね、うん、1週間宿題としてやってみます、うん、だからこんなことをやってていいのかって聞いたら、はい、それをそのまま観測するみたいなことじゃないですか、こんなことやってていいのかって思った、なぜ思ったんだろう、なんで思ったんですかね、僕はなんでとかも考えなくていいんですよ多分、え思ったんだもん、それがフラットの意味、それがフラットですよ、だからいいも悪いもない、なぜかとかもないじゃないですか、自動反応、あ、じゃあ僕間違ってますね結構、うん、そう思ったんですよ、でそれに対してこんなことを、それを否定する自分も出てきたりする、あ、そういう自分もいた、これだから僕タイプ Q は嫌いなんですよっていうとこじゃないですか、なるほど、うん、コッタさん定期的に、あ、てっこ、うん、やつはやってんだと、うん、目を閉じて、あ、今いろいろ考えてる、あ、今イライラしてる、あ、イライラしてない、ふーんとか、うん、体のここに力が入ってる、力抜こう、あ、ここもみたいなのをやってるだけだと、うん、確かにやつは、うん、フラット感はありますよね、誰に対しても、うん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 、樽を知れと言われるてる気持ちになってますと、あ、仮面巨人さん、樽ことを知れと、足りてんだよと、まあよく言われるやつですけどね、樽を知るってよく言われますね、はい、あとキーワードとしてよく言われるのは、あ、ジャッジしないですねと、うん、性格はただ気づいたことを味わう前に即座にその気づきを評価しようとしてしまうから、うん、それはしなくていいんだよと、これが多分、うん、僕は難しいのかもしれない、それすらまた評価したらいい、評価っていうか観察したらいいんじゃないですか、なんか評価しようとしてる自分がいる、なんかね若干ねやっぱね、うん、否定、全て否定なんですよ僕は、うんうん、僕は僕を否定してるんですよずっと、うん、そこに気づくのがこう瞑想みたいなところですよね、多分そういう自動反応的な性格っていうものがあって、はい、あ、自分は否定しようとしてるんだな、なんで否定多分やっぱ自信のなさが絶対あるんですね、うん、でごめんなさい、なんか僕ばっかりが気持ちよくなってすいません、なんか皆さんもやるといいですよ、うん、YouTube で自分を語ると、うん、自分が出てくる、うん、あ、もしくは一緒にぜひここで、はい、一緒にやりましょうと思ってます、うん、目を閉じていろ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 気づいた後目を開けると何か視界というか見える感じ変わってません、クリアになるっていうか、まあ、確かにねそれはね、うん、ちょっとは思うんですよ、うんうんうん、で確かに最近、うん、あの、まあ、会社に自転車で行ってるじゃないですか、うん、ブーってやられても、うん、怒らない自分はいるんです、うん、あのうるせーが、うん、最近なくなってる、うんうんうん、前の僕なら間違いなく言い返してる、うんうん、のができてるのは、うん、このエニアグラムのおかげかなと思ってます、はいはい、でやっぱりその運でも運転手の顔を見るんですね、うんうん、ドイツだよってで見て、うん、あの悪い気持ちが起こってくるじゃないですか、うん、でもそれを抑えることもできてるんですね、うんうん、最近だからあの電車には乗ってないです、うんうん、はい、あ、そっか、で八子さんが言うもっと上もジャッジですもんねと、うんうん、そう、もっと上もジャッジ、なるほど、うん、だからそれをありのままに見る、ありのままに、ありのままに見ろっていうとこですよね、で見ようとした時にまた何か出てくるかもしれない、はい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 、本当一枚一枚抜かしていく感じですね、うん、だからいろいろたどりながらちょっとずつなんですよきっと、あ、で今はそれより下っていうジャッジをしてますよって八子さんが、うんうん、二等兵の指摘、うん、っていうことですね、うん、あ、これは今僕だけ気持ちよくなって本当申し訳ない、あ、もこさん、プレゼンスを体験できれば現実をあるがままに受け止められるし、それにまつわる感情にとらわれない、評価することもないってことかな、もこさん、うん、多分そうなんですよ、うん、ただもこさんと僕は、うん、この辺では肩組んでます、うんうん、できないよねって評価しちゃうよねって、うんうん、でも分かってる感じはありますよね、頭では分かってるんです、頭では、はい、うん、他人には期待しないのですが自分への期待ジャッジは半端なくて辛くなる時もありますと、あ、ほら諦めた、もっとできるだろうと内面に修造がいる感じはありますと
僕もね、修造はいるんですよ、うんうん、何やってんだよ、うん、動画もっと上げろよって、うん、やる YouTuber は毎日上げてんだよ、うん、でもやっぱりこのジャッジしない、うん、ジャッジせずに瞑想する練習をすると、うん、本当のなんか殻の中で泣いてる自分に気づくことができるんじゃないの、うん、っていうのと、いや多分そのままの僕でも本当は生きれるんだよ、うん、っていう話ですよね多分、うん、自分で苦しくしてるだけ、収蔵がいるから苦しいだけかもしれないじゃないですか。そうですね、うん、要はジャッジしてる人が自分の中にいる限り、うん、それは辛いでしょっていう結論かもしれないですね、うんうんうん、あーそれだよ、うん、で、ま、で僕がその心屋仁之助さんの本を読んでる時っていうのは、うんうん、多分また他人にそれを求めている、他人のジャッジとか、うん、でいいんだよって言ってもらいたい、言ってもらいたいんですよ、うん、実際行くと大丈夫大丈夫みたいなこと言われるんですよ、うんうんうん、OK とか、うんうんうん、肯定されるんですよ、うんうん、でもそれは別に自分でもできるって話ですよ、ね、てか自分でしろですよ、あ自分でしろ、違う、そう、まあでも瞑想的には自分で、あその、はい、自分で追い込んでますよって話ですよね、追い込んでますよって話です、うん、辛いのはそう、うん、だからこうそれに気づきましょうが瞑想っぽいじゃないですか、あもう やって生きづらいと思ってる人うん、多分ね、うん、あなたの心の中には収蔵がいますよ、収蔵がもっとできるだろうって、もしくはもしか、うん、昔のお父さんとかね、分かんないけど、なんでお前できないんだ、うんうんうん、だからお前ダメなんだよ、うん、で昔ってそういう教育だったじゃないですか、そういう教育ですよ、お父さんとかが、うんうん、本当に、うんうん、なんでお前できないんだ、厳しくすればいいと思ってます、ね、やつら思ってたんですよ昭和の親は厳しさことがこそが正義だと思って、まあうん、またそこで出てくるのが、じゃあ甘やかすのがいいのかよ、うん、っていうのが出てきたりするんですけど、うん、一旦自分は自分に優しくしましょう、うん、あの生きづらいと思ってるなら、うんうんうん、っていうところですよね、